ミッド TV ウェブ。北陸アイドル部一問だけの学力テスト、イエーイ。北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりと、はい、あーちゃんこと北川彩香です。さあ今回はですね、黒板に書かれた計算問題を解くだけ、回答までの時間がそのままポイントとなります。1秒1ポイントと加算しまして、ポイントの低い方が上位となります。つまり早く解いた方が、まあ、上位になれるということです。不正解はプラス30ポイントとなっております。さああーちゃんどうですか？え計算ですか？はい、計算はちょっと大変なことに計算ですか？計算するんだって。計算はちょっと苦手ですね。何するって聞いた？イントロ流れて、その3曲のイントロ流れて、うん、その中のどれか歌うっていう、うん、え問題解くんだって。はい算数とか数学得意ですか？全然得意じゃないです。結構やばい。十何点とか。青も同じこと言ってました。本当ですか？はい、じゃあ結構ちょっと今日難しい問題用意してるんで、はい、頑張ってください。はい、いけそう。ちょっと意気込みお願いします。罰ゲーム当たらないように頑張ります。おお、ちゃんと罰ゲームがあるってことを言ってもないのに把握してる。あ、ごめんなさい。いや毎回あるからね、罰ゲームにならないように頑張ろう。はい、はい、じゃあですね、こちらのストップウォッチの右側を押したらスタートします。でここの問題を解いたらまた右側を押してください。右側を押して解いたら右側、うん、そう、そしたら、はい、そのタイムで競います。はい、OK。はい、はい、じゃあ前を向いていただいて問題出しますね、ここに。はい、あ、いいからです。いきますよ。はい、あんちゃん、あ、ちゃんと、といたらチョークで吹けばいいんですか？そうそうそう。はい、いきます。よーい、スタート。寝ても覚めても夢の中でずっと出てますから、あんまり勉強もちょっと得意じゃないみたいな。どういけそう？絶対できない、少ない。なんで？これどうやってやるの？今中学生だよね。はい、無事中学校卒業しましたので。余裕ぶっこすぎやろ。余裕ぶっこすぎやろ。早く来なさい。おかしいな。これどうやってするの？待って、分からん。ちなみにこちら小学校の算数です。それは多分嘘ですよね。本当です。中学校卒業できたあーちゃんなら解けますよ。分からん。どうしよう。どういうこと？どういうこと？本当に分からん。やってみて。これ答え出すまでですか？はい、本当に無理って思ったら言ってください。わかりました。はい、行けるとこまで。はい、これ絶対どういうこと？何これ？どういうこと？ヒントもなしですか？ヒントはなし。0.25 を分数にしようと思って、習ったんですよ、学校で、うん、
0.25 は100分の2、なんか数字3つあったら100かけるみたいな。で、100分の25にして、でとりあえず両方に100かけて、なんか1個で取る1あるじゃないですか。その1にも100かけて、全部に100かけ、かけて、なんかちょっとよく分かんなかったので、最後。あれ、なんか変なことになったので、4と300にしました。はい、本当に全然意味わかんないんですけど、とりあえず100をかけたということでした。はい、はい、じゃあね、罰ゲームじゃないといいね。それだけお願いしとき。罰ゲームじゃないことを祈ってます。じゃあもし罰ゲームやるとしたら何がいいか。え、何がいい？優しいのとか、こんなのがいいとか。え、バンジージャンプしてみたいです。バンジージャンプ飛ぶの？飛べる？え、なんか本当に小学校の時から、なんか卒業アルバムにずっとバンジージャンプって書いとって、今でもずっとしたいなって思ってます。じゃあぜひ寝ながらバンジージャンプ飛んでいただければと思います。、はい、以上、あーちゃんの挑戦でした。せーの、2と3、ベベー。